セ堂の柿本光子です。子供連れて行ったんですけど、最初にちっちゃい紙にこう一言書くっていうのが最初にあるんですけど、それに書いて、それがこういつ読まれるかっていうドキドキがすごい私も子供も楽しかったです。実際読まれた時にはあって嬉しいなって思いましたいいですね。やっぱり見たくても子供連れてったらちょっとうるさくしちゃうかなとかっていうのがあるので、逆にロクディムのライブは連れてってわーって騒げる感じなので、はい、お子様に特におすすめなライブだと思います。片寄さんです本当ですか？はい、福島県出身なので、それだけでも何でしょう、お友達みたいな感じがします。名古屋さんですかね。名古屋さんが素敵だなと思います。はい、ありがとうございます。